それじゃ始めよっか。モビルスーツには3つのカテゴリーがあるから、有利な相手と不利な相手を見極めるのが大事。自分の役割が明確になるしね。地上でモビルスーツの足が壊れるとまともに移動ができなくなるから、脚部の損傷と負荷には常に気をつけてね。逆に敵の脚部はガンガン狙ってこう。制圧したよ。なるべく他の味方とタイミングを合わせて戦場に孤立しないようにね。残り時間まで。
中継地点制圧したよ。ベースキャンプに帰ろっか。